皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ。今回のテーマをお送りします。クーマン監督は危機に瀕している。バルサ幹部数人解任を要求と現地紙報道。ラポルタ会長に圧力と報道。バイエルン戦完敗後の解任劇再び。バルセロナは現地時間14日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ CL グループステージ第1節でドイツ王者バイエルンミュンヘンに0対3で完敗。初戦からいきなり格の違いを見せつけられる結果となった。スペイン紙 AS はクラブの役員からジョアン・ラポルタ会長に向けてロナルド・クーマン監督解任の圧力がかけられていると報じている。クーマン監督体制2期目を迎えた今シーズンのバルセロナ。大黒柱のアルゼンチン代表 FW リオネル・メッシがチームを去り、根幹から変化を余儀なくされた。リーガ・エスパニョーラでは開幕2試合を2勝1分と順調なスタートを切ったものの、いきなりの第1番となった CL でバイエルに完敗を喫した。3バックを採用した新システムでこの試合に臨んだバルセロナだったが、バイエルに攻撃は一切通用せず、前半にドイツ代表 FW トーマス・ミュラーに先制ゴールを奪われると、後半にポーランド代表 FW ロベルト・レバンドフスキに2ゴールを許し試合を決められた。バルセロナはこの試合、屈辱の枠内シュート0本に終わった。カタルーニャメディア TV3 によると、得点差以上の完敗を喫したバイエルン戦後の現地時間16日にクラブ取締役のメンバー数人で会議が行われ、クーマン監督の去就について話し合ったとされている。複数人からはラポルタ会長にクーマン監督解任を求める声が上がっているという。AS氏もオランダ人指揮官の置かれた状況について、彼の仕事は危機に瀕しており、すでに将来が問われており、彼がいつまでこのクラブで指揮を取ることができるかは不明だと伝えている。バルセロナは昨年8月、2019シーズンから20シーズンの CL 準々決勝でバイエルに2対8と大敗したその3日後に、キケ・セティエン前監督を解任している。再び、バイエルン戦後の監督解任という最悪のシナリオが実現してしまうのだろうか。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。